これから4人の受刑者が手分けをして夕食を各受刑者に配って回るところです。配られるや否や食べ始める受刑者たち。ここでは全員が個室であるため、他の受刑者の目を気にせず自分のペースで過ごすことができるのだ。夜、建物の外ではダイヤモンドダストが舞い、気温はさらに冷え込んでいくのだが、3時間ほどの短い余暇時間、新聞や週刊誌を読むもの、テレビを見ながら布団に入るものなど、過ごし方は様々だ。